はいどうも皆さんこんばんは、ハコマルユウスケです。今回ですね、ロジスティクス2バーク2の準備が完了したので、すげー噛んだな今。また最近さ、噛み癖が治んなくてさ、爪噛むとかそういう話ではないんだけど、To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. 話するのがちょっと困難になってきている。で、今マーク2に、アップしまして、コンベア、コンベアリフト、コンベアポールなどなど、いろいろなものが増築できるようになります。コンベアリフト、こうやってねマーク2に変えることで、まあ、気持ち速くなったでしょ、搬入スピードが。こっちも変えて、でこっちも、そうするとすげえ速さで配給されるわけよ。需要と供給が追いついてるかはともかくにしても、とりあえず、作業としては、素材集めてましたって感じですね。あんまね、手が作業してなかったんだけど、ていうかそもそも何のゲームやろうかなって迷ってたレベルの話なんだけど、で、ここの鉄のレーンなんですが、そこ増設しました。なんか案外土台を置いても稼働するみたいな。ほら土台置いてんのにそこからさらに鉄鉱石取れる、マジ面白い。どうすかな。次がジャンプパッドの、あれをやっていきましょう。まあ、ジャンプパッドっていうと皆さんね皆さんね、単細胞なんでね、マスクをかぶったゲッパの男がイメージとして出てくるかもしれませんが、全く関係ありませんので、全く関係ないので、まあ関係ないです。ゲッパの先輩野郎とは関係ないです。この辺ネタが分かるようにさ、うっすらでいいから画像貼ってほしいんだけどさ、そういうのもないから。何しよっか。特にやること決めてなかった。やること決めてなかったっていうか、それ以上にやることがなくてもいい状況なんだよね。やることがないことが今素晴らしくいい状況なので。そう、ここまでなんですよ、平和な話は。ここから、起動エレベーターを作らないといけないんだけど、そうだ、俺前回起動エレベーター作っとくっつったんだよな。なので、一旦起動エレベーター作るまでカットします。はい、カット。はい、ということでですね、起動エレベーター完成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。以上でですね、今日の動画は終了とさせていただきます。はい、いや冗談だけど、さすがにこっから投げんだよな。これで、ティアが、3に進められるんですけど、まあ、進められるってか進めるための条件は、揃ったんだけど、あとあれ特殊なやつ作るんだ。落ちたー。
あーあー死ぬ死ぬー、危ねー。まああるある、ああいうことがあるのもサティスファクトリーのいいとこですから。なんかバッテリー落ちてるしな。いやー落っこちるとは思わなかったな。どっからあれ登るんだっけ、登るじゃねえ、降りるんだっけ、こっか。スマートプレートっていう今使ってるこれ、この組み立て機じゃないと作れないものですね。組み立て機じゃないと作れない上にコストがバカ高いです。モーターと強化鉄板が必要なので、あーブレーカー下げないと、なんか上通ったな、大満足。よいしょ。邪魔。邪魔なのよ。散らかりすぎなのよ、この辺一体。上から見たら多分すごいことになってた。とりあえずモーターと鉄板を入れてきましょう。あとモーター26個ですね。先ジャンプパッド作りましょうか。まだ全然足りないな。作成スピードも足りてないし。あとは生産で組み立て。スマートプレートなんだけど、これ強化鉄板とローターが必要なんですよ。でローターはまだジャンプパッドのマイルストーンを進めるのに使うので、今のところまだそんなに余裕はないです。本当はあそこ各2台くらいレーン作ればいいんだけど、ちょっと作ろうかな。でもあれなんだよね、あのケーブルっていうかコンベアをさ重ねて置けるようになったのはいいんだけどさ、コンベア重ね置きできるかと思って。上手い人はちゃんとうまくやるんだろうけど、俺そんなうまくできないからさ、器用に。なんで今のとこは保留ですね。ネジとロッドでしょ、ここが。でここが強化鉄板とネジ、鉄板とネジ。どこだ。こんな感じかな。コンベアベルトなんだけどね、多分見せた方が早いかな。ポールが必要で、こっちのロットねえわ。ロットはこれかな。こっちが鉄板だ。これで、ポールを置いて、ポールを置いて、こう、こう、次。
こうこうつけて、これがマーク1、超ゆっくりでしょ、回転寿司みたいな。やっぱあのこういうコンベアを元に回転寿司っていうのは作られてるんだと思うけどさ、でマーク2がつなげられるかな、そんな簡単に。あーダメか、あプレイヤーたくさんあってるかながこんくらい、あんまり違いがわかんないから、くるくるーっとこんな感じで、これがこっち、マーク1がこんな広い。さあ 1.5 倍くらいには速くなってるから、3倍とか2倍とかほどまではいかないかもしれないけど、多少まあなんだろう、あれよ、あのあれなんだ、あれなんだ、言葉が出てこない、眠いんかもしれない。まあ、割と首痛いのはあのいつものことなんだけど、配信頑張ってる証拠よ、褒めてくれ、褒めてくれ、そこはそこは褒めてくれ、褒めてくれていいんだよ。まあ自分の趣味でやってることに褒めろもクソもねえんだけどさ。こんな感じかな。でまあローターの最大使用数作り終わり次第、組み立て機とこっちの組み立て機をつなげちゃいましょう。あとも時間の問題なんでね、本当にあとは時間さえあれば何とでもなる話なので、どうすかね、ローター10、あと10なんです。そしたらまた一旦放置するので、カットします。はい、カット。はい、とりあえず、モーターが作れたので、ぶっこんってぶちこんってぶち込んでスイッチ連打して、あともうジャンプパッドが作れるようになったので、several buildings and the factory traversal can now be accessed in the build menu. ジャンプパッドで遊びましょう。 Caution is recommended during use of these products. コスト高いんよ割と、確か忘れたけど、スマートプレートが、まあ、できるまで少々お待ちください。1個作るのに30秒かかりまして、素材ができるのにどんだけ時間がかかるか分からないんですが、まあその辺はもう諦めましょう。で、輸送というあの場所が開放されまして、結局これモーター使うじゃん、やーべー、モーター、ローター、ローターって言われるとちょっと卑猥な感じがするんだけど、ローターだね。はい、なんすか、ちょっと待って、本当にさ、俺最近自分でさゲーム撮って思うのがさ、一人でよく喋るよね俺ね、最近常々思う、一人でよう喋るわこの人って思いながら、最近さ自分の動画をさ見返したりしてるわけなんですけど、一人で本当によう喋るわ、よく喋ってて飽きないよねこういう人って。だからこの撮影外のところもさ割と喋ってるんだけどさ、動画にしてもしょうがない部分だからさ放置してるわけよ、放置してるとカットしてるわけよ普通。まあそういうしょうもないところを求めてる方もいらっしゃるかもしれない、ちょっとけやっぱいるかもしれないんですけど、まあそういうサービスに応えていきませんので、そこ消せ、そこガバだぞ。本当は私寝たいですからね。視聴者参加型のさ動画にさ、動画って配信にさ参加する予定があって、本当はもうそれの、それに万全を期すために夜8時頃まで爆睡するつもりなんですよ。まあそういうこともできないので、あのね、他人のチャンネルに遊びに行くのはいいけど、それで自分のことをおろそかにしたら
意味がないからね、そういうとこですよ。ほんとそういうとこ、コンクリート足らないんですけど。だからもう最終手段は寝ずに働けばええねんっていう話ですよ。まあ、結果私は最近食欲ないんですけど、結果的に食欲がなくなった結果的な話。別に何があるってわけでもないけど、結果的に食欲がなくなって最近全然ご飯食べない。最近ね、もともと1日2食食べてたはずなんですけど、1食になりました。だからこれ不思議なのがね、太るんですよね。1日1食しか食べないとか2食しか食べない生活って、いやー不思議。食べる量は減ってるはずなのに太るんです。食べた後食べるからな、本当に仕事の時しか動かないのにさ、食べるんじゃないよって話なのよ。ここだね。で、クレーナー、ライトつけても気分程度なのよね。気分的にこれくらいで大丈夫かなみたいなさ、レベルなのよね。よいしょ。あん、あ、おかえり。大体飛行物体のことがしたらあいつだ。ああ落ちる落ちる落ちる、痛い。この真上、ここだね。エッキー、ケス、オッケー。吸気をして、コンベアコンベアコンベア、コンベアロジスティックスだ、コンベアリフトマーク2。強化鉄板と、あと、なんだっけ、モーターか、を作る別のレーンをまたここに作りましょう。どっち向きがいいかな、どっちかな。そっか、ここのやつらは鉄板に加工された上で出てくる。2レーン鉄板にして、違う。どっちが使うんだっけ、ロットの方が使うんだよな。それは大丈夫、覚えてるよ覚えてるよ、俺だってバカじゃないもん、覚えてるよ。ちょっと待って、やっぱカクつくな。ロットにして、で鉄板は回収できてるから、よいしょよいしょ。最近さ、まあこの前てか昨日の八内の動画見てもらえばわかると思うんだけどさ、あれにハマってる、ハマってるわけではないんだけど、パワプロのさ楽曲にさハマってて、ハマってるってもうハマってるってことでいいんだけど、別のこは一個人になってるんじゃないかあれなんだけど、パワプロのオープニング集ってあるじゃないですか。まあいろんな人がそういう動画出してるんだけど、その手の動画をさ、ちょっと昨日たまたまそのどういう曲あったっけなって探すために見てたわけなんですよ。その手の動画をね、で見てたんだけど、まずちょっと途中うるっときちゃって、あーやべえ神クオリティって思いながらうるっときちゃって、ちょっと困ったっていう話で、編集中に謎に泣きそうになったそれはおかしいだろうって話かもしれないけど、バッテリー落ちましたね。多分どこの方も普通に止まってんじゃないかな、止まってるよね。またそのうち近いうちに火を伐採しに行かないといけない。よいしょよいしょ、えい、オッケー、重っ。でーてか鉄板のレーン2じゃないよな、普通に考えて。どっちが使ってるんだっけ、下降りよう。
こっちでロッドとネジ使ってて、こっちで鉄板とネジ使ってるんだから、鉄板は1でいいわけだな。よし、理解した。理解するまでが早い男ですから。よいしょ。これ上のやつ取りに行くのめんどくせえな。まあ、そもそも、鉄のロッドはコストが安いので。あー、待って、俺今手持ちにさ、鉄持ってんじゃねえ、下手したら。どっちだっけ？こっちか。あれ？どっちだ？こっちか。どれだ？よいしょ。これか。やべえ。鉄のインゴットというゴミが手持ちにある。あ、いや、後で機械に行くよ。よいしょ。こいつにね、いらないものはね、預けちゃうということで。こういう、鉄の、鉄ってか、銅とか、鉄とか、この辺はいらないから。あ、インゴットのままじゃ使用できないから。とりあえずいらないから、ポイしよう。手作業なんで、この辺もカットします。バイオマス燃料が全然足らない。さ、こういう話をさ、一人で話してるとさ、またカットしてくれないからさ、あんまり喋らないようにするんだけどさ、なんか、どこカットしていいか分かんないって言われる。編集点を俺が作らないから。それはまあ俺のミスなんだけど、どこ切っていいか分かんない。だからめんどくさいから一本の動画にしちゃった。ほーん。編集点作ってないわけじゃないんだよ。あ、ちゃんと大きな声で、はーいとか言ってるとこあんのよ、ちゃんと。まあないんだけど、本当は。そんなことするわけないじゃない。あのね、基本的にね、動画撮ってるときと撮ってないときのオンオフがはっきりしてる人だからね。あん？あん？あれなんでお前落ちんの？ちょっと待って。あ、そっか、お前にも電力入れないといけない。電力ってか燃料か。あー、こっちすぐ落ちる。火切ってきます。